中山信弘、東京大学で開催された DBCLS 主催のイベントでの講演の様子。2009年10月。中山信弘は日本の法学者、弁護士。東京大学名誉教授。明治大学研究、知財戦略機構顧問。学士委員会委員。専門は知的財産法。静岡県浜松市出身。学会を代表して、 政府の知的財産法関連の審議会に多数参加しているほか、知的財産制度改革を推進する知的財産戦略本部の本部員を務める。知的財産戦略本部及び推進事務局の改革案には、早急であり、議論が足りていないと、ガとして反対意見を述べ、推進事務局の姿勢を反対意見を封じ込めるものとし、あまりにも、 独善的と強く批判した。特に2003年の第6回知的財産戦略本部での意見表明は衆議院法務委員会でも取り上げられた。2006年3月、クリエイティブコモンズジャパン代表に就任。2007年7月からは NPO 法人化した同団体の理事長を務めた。2008年3月をもって東京大学を退官し、 同年4月より西村朝日法律事務所の顧問と、堺国際特許事務所の最高顧問に就任。2009年4月、明治大学研究、知財戦略機構特任教授に就任。2012年11月、四十法省受賞。2018年11月、随法中受賞受賞。同年12月、日本学士院会員。助教授であった三十代の頃に、 慢性腎不全と診断され、以後人工透析を続けながら、研究生活を送っている。加藤一郎と加藤が東大総長に就任し、多忙となった後は、クルスサブローに指示。アメリカ法では、伊藤正美に指示。ありがとうございます。